ロイター通信によりますと、今月6日にフランスのフリゲート艦パンデミンエール号が台湾海峡を航行していたということです。名前の公開を控えているあるアメリカの高官によりますと、フランスのこの行動はアメリカに歓迎されるかもしれませんが、中国との関係がさらに緊張が高まる可能性があるということです。フランスなどの諸国も中国側の軍事行動に反応する行動を取るかもしれないから、政治的な意味は非常に強いとコメントしました。平常心で見ればいいと話しました。実はパンデミンエール号は2011年に中国を訪れたことがありました。正式に台湾に来たことはありません。我々は外国の船や飛行機の動きを把握している。国防部はさらに、台湾海峡はもともと忙しい国際航路であるため、外国船籍の船舶が通過するのはごく普通のことと説明しました。だが中国が最近青島で行った国際観艦式にフランスを招待しませんでした。その後どう展開するか注目が集まっています。